はい、皆さんこんばんは。こんばんは。第92回、はい、ビリヤード超人列伝の時間がやってまいりました。はい、はい、本日の内容は1つ目にビリヤードニュース、2つ目に先日行われました、土方隼人プロのチャレンジマッチの中から、はいね、はい、2試合ほどお届けいたします。はい、土方プロは僕は仲いいつもりでしたけど、はい、何の連絡もなく帰っていきました一回も会わず。あ、そうなんですか。はい、だから僕から連絡しました。はい優しいですね。はい、はい、そしたらすいませんで終わりました。あ、なるほど。じゃあ次ぜひね、反対山に来た時は、はい、連絡ください、隼人くん。はい、お願いします。はい、本当に。はい、はい、そして、3つ目に、栗林超人の俺日記。はい、はい、本日も、リクエストコーナーでお届けいたします。はい、はい、それではビリヤードニュースご覧ください。どうぞ。はい、東西のグランプリが、はい、はい、先週ですね。そうですね。はい、行われました。はい、はい、まず、西、はい、優勝が赤狩山幸男プロです。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。これはもうまあまあ実力ですよね。うん、最近よく海外出て、はい、頑張ってますからね。そうですね、羨ましいですね。はい、指揮所って感じですねはい、そして、準優勝は大井直行プロ。はい、はい、これも実力通りですね。やっぱ海外で活躍している2人が決勝戦、まあ、これ北陸オープンとかね、うん、同じカードですけどね。あ、なるほど。はい、で、今まで、はい、赤狩山プロは大井プロに勝ったことがなかったんですよ、試合で。初勝利です。あ、そうなんですね。はい、いつも負けてたんですけど、うん、だけど初勝利ですね。あ、なるほど、すごいですね。はい、で、この時は、入球ですね。はい、球が、はい、この時この球、今ね映ってる球とは違う、うん、T2 ファクトリーさんで作ってる球を、うん、今作った球を使って1試合目で優勝と。はい、素晴らしい。やっぱうまいですね、合わせることができるっていう、うん、ね、道具に合わせることがしっかりできて、うん、コントロールできるっていうのはすごいですね。はい、はい、素晴らしいですね。はい、大井プロは、うん、ちょっと緊張しましたね。あ、うん、そうなんですか。うん、はい、で3位ですね。はい、3位が、前回優勝者が、そうですね、はい、シードの石田選手ですね。はい、石田辰成プロ、あ、うん、ごめんなさい、石田辰弘プロです。はい、はい、大阪のもう僕も仲良しですからね。うまいですね、実力ありますね。はい、そして同じく3位タイに、野田忠則プロです。はい、はい、この野田さんもね、うん、僕昔から知ってますけど、うん、もう 7,8 年前ぐらいから知ってるんじゃないですかね。うーん、こうちょこちょこと上位に食い込んだりする。そうですね。はい、はい、はい、以上4名です。はい、おめでとうございます。そして、はい、こちらは東の男子のグランプリですね。はい、はい、優勝がローリーウェンプロです。はい、はい、強いですね。ね、はい、安定感バッチリですね。はい、素晴らしい。この人はもう本当ね、うん、見ての通りジャパンオープンのね、はい、A ですけれども、基本的にもう実力です、うん、アベレージが高いですね。はい、はいはい、そして、準優勝に早瀬雄二プロです。はい、もうなんかちょこちょこで最近調子上がってきてるみたいですね、早瀬さんも。はい、はい、これは期待できますよね、次。そして、3位タイに、林健二プロ。はい、この人は東北ですね。はい、うーん、はい、この人僕玉突き3回ぐらいしか見たことないですけど、しっかりしますよ、本当にうまいです。まあ、なかなかね、東北だと、ね、うん、試合に出てくるのも大変でしょうからね。そうですね、うん、はい、そして同じく3位タイに、照屋勝司プロです。はい、はい、少しずつ少しずつ、はい、上がってきましたね。そうですね、はい、うん、同い年ですからね。
あ、そうなんですか。はい、へえ。テルヤ勝次プロと、はい、大井プロと僕と杉原プロだ。ああ、同い年なんで。あ、そうなんですね。はいはい、はい、以上4名。はい、僕は、はい、この西日本の準優勝者大井プロ、はい、でフルセットで4番を飛ばしました。ベスト8の試合です。飛ばしたというかもうめっちゃ難しかったんですけど、それをやって負けました。はい、次は勝ちます。はい、はい、以上です。はいはい、続きまして、はい、こちら、はい、アムウェイオープンですね。はい、はい、優勝は、韓国のチャ・ユラム選手です。はい、これはビッグタイトルですよね。そうですね。やどんどん力をつけてってつけてってこれですもんね。はい、本物になっちゃいましたね。はい、そうですね。はい、そして、準優勝も同じく韓国のキムガヨン選手。はい、はい、こちらはこれはもう悔しいでしょうね、キムガヨン選手は。なんか、ね、見ていた人の内容を聞くと、はい、本当にもう流れがチャーユラムだったみたいですね。キムガヨン選手はめちゃくちゃうまいことするんだけど、はい、全部裏目に出たっていう流れと、まあそういう流れでね、あんな大差になっちゃうぐらいですからね。やっぱ女子もレベルが高いですよね。はい、はい、はい、そして、3位タイに、中国の、チェン・シミン選手。はい、はい、こちらはまだ17歳ですね。そうですね、はい、今中国はやばいですね。そうですね、中国は、うん、はい、ちょっと強いですね。すごいですね。どんどん出てきますね今。そうですね、はい、はい、そして、同じく最大に、台湾のチャンスーハン、ね、そうですね。このチャンスーハン選手はもう昔からですね、だいぶ前からずっとトップにいますよね。はい、はいはい、今回ですね、ステージ1私を含め、13名、はいはい、日本から女子プロが参戦したんですが、はいはい、最終日に、予選が4日間行われまして、はい、1日ずつ、2名、はいはい、選出されます。ステージ2へ、はい、選手が、はいはい、そして、最終日に、なんと、金子さゆりプロが、はいはい、ステージ1を抜けまして、ね、はいはい、ステージ2の、はい、ラウンドロビンも、そうですね、はい、頑張ってましたよね。もうちょっとで抜けましたもんね、ステージ2もね。はい、ずっと見てたんですけど、はいはい、すごい頑張ってましたね。はい、そして、ステージ2参戦は、梶谷プロ、フケプロ、はい、川原プロ、はい、そして、ステージ1から参戦の金子プロですね、はいはい、こちらから、川原プロがラウンドロビンを抜けて、そうですね、はい、結果は9位タイといういいカード倒しましたもんね、川原プロ ね、はい、劉新明選手がね、うん、結構いいところに勝ってるんで。そうですね、うん、ラウンドロビンも一発目からケリーフィッシャー選手ですね、昨年の、そうですね、はい、ランキング1位でですよね、はい、そうです。まあすごいですね、はい、本当になんかどんどん力を海外で出せてきているような気がしますよね、はい、期待できますよね、川原プロは。はい、はい、以上ビリヤードニュースでした。はい、はい、それでは続きまして、先日、3月1日に行われました土方プロの、チャレンジマッチから、はい、土方プロ VS、はい、A アマ、ん、 A アマ、アライアマですね。あ、はい、リボルバー都並店の、はい、アマチュアの方ですね、はい、はい、と、土方プロ VS、はい、川尾アマの、はい、試合を2本続けてお届けいたします。はい、VTR スタート。スタート。さあ、土方隼人プロチャレンジマッチ。はい。これはリボルバーの姉妹店ですね。そうですね。はい。山手クラブネクストという。はい。まあ、山手クラブリボルバー。はい。都並店ですね。はい。で、ここが山手クラブネクストという高岡店。はい。ね。
ブレイクはこれは9ボール6セット先取りですね。はい、はい、これ新打者ですか。はい、ですね、新打者ではないかもしれないですね。どうだろう。でもこの写りは新打者っぽく見えますよね。普段はあまり使ってないテーブルなんですよ。はい。なので、まあ、もう割と新しいかもしれないですね。どうこれ、ハヤト君、私服じゃないですか。はい。ダメですよ、ハヤト君ね。から。はい。まあいいですけどね、ハヤト君。さあ。はい。なんか雲行きが怪しかったですね。うん、まあ、ちょっと火止める感じでしょうね。殺し玉系で、はい、キュッとやるロングで、うん、いっかみたいな感じですよね。ハヤトはもうこういう球はめったに飛ばさないですからね。うーん、あ、仲がいいからハヤトって言っちゃいますね。僕だけですけどね、そう思ってるのは。さあ、はい、さあこれは、はい、左手でいきますね。はい、マス割りで1対0ですね。はい、まだ荒井山が出てきていませんが、はい、はい、さあブレイクです。はい、さすがですね。はい、まあ、4個は基本って言ってますからね。はい、本当ですか、すごいですね。最近ね、抑えてるんですよね。思い切りいってないです。へ、今のも多分若干抑えてますね。うーん、土方プロはそう思ってないですか。はい、これちょっと弱いですね。そうですね、うーん、ちょっと難しくなりましたが、はい、右コーナー行くんじゃないですか。うーん、うーん、あ、左ですね、左、はい、左コーナー行く可能性もありますね。前、はい、基本的にね、やっぱね、ロングの入れる力がもうズバ抜けてるんで、プロの中でも確率はやっぱ高いですね。一緒にペア組んで練習すると全然入れないんですけどね。僕の時だけ全然入れないんですよ。ハヤトさんは、ハヤトさん、ハヤトさんはやっぱ試合は本当飛ばしてるとこ見ないですもんね。うーん、すごいですよね。はい、またまたマス割りで2対0、はい、さあブレイクは抑えるのか。あー、若干抑えてますね。もう僕の予想8割ぐらいだと思うんですけどね。栗林プロは最近試合とかではブレイクは完全に抑えてるんですけど、うん、でもなんか抑えた方が強く割れますね。あ、うん、さっきもちょっと私見てたんですけど、前とちょっとやっぱ加減が抑えめになってますかね。うん、ただ強いんですよね。これが、ね、でもどうなんですかね。ハヤトプロも多分そう思ってんじゃないですか。うん、うん、はい、バンクネクストですね。はい、
本当にあれ私服ですよね。はい、あでもあのワッペンは貼っておりますので、はい、はい、ワッペン貼ってますよね。貼ってます、貼ってます。はい、さすがですね、こういうとこは。基本的にボールは入れます。必ずみたいな、ね。はい。これはどうするんですかね。どうするんですかね。結構難しそうですけど。正直僕ハヤトプロの試合を何回もいろいろね、海外とかでも見てますし、はい、日本でも見てますし、まあいろいろ球のことも喋ってますけど。はい、結構僕とは考え方が違うんで、はい、いやでもいいことだと思いますけどね、自分の得意な感じでね、その自分得意分野を利用しちゃってるわけですから、それはいいことだと思いますけどね。これ球飛ばさないんじゃないですか。かもしれないですね。飛ぶとしたらこれでしょうね。そうですね。ね、飛ぶわけないですよね、うん、ああいう球。ああいう球飛ばしてるの全然見ないですもん。なんか球も新しいですね。僕古いっすよ。何笑ってるんですか。僕古いっすよ。僕もう2年ぐらい使ってるんで。で言ってみました、ね。はい。さあハヤトプロ。はい。これはやっちゃったんコブラですね。嫌ですよね。でもなんかやっぱ引けそうな感じですね。そうですね。うん。本当にすごいですよ、こういう嫌な球を入れる確率は。こういう球ってほら土手にねピシャってくっつきやすいから、はい、結構嫌がるんですけどね。まあ的は飛ばないですけどね、手玉がああなりますからね。はい、三連チャンです。はい。さあ、ライヤマは登場できますかね。どうでしょう。どうですかね。さあ、これで何割でいくのかな。はい、8割きましたね。はい、先ほどちょっとあの伺ったんですが、ライアマはあのチャレンジマッチであの結構ノーチャンスだとかをよく体験する人らしいです。はい、はい、いいと思いますけどね、僕は嬉しいと思いますよ、うんうん、なかなかね普通に日頃ついてる中ではないですからね。そうですね、うん、でもね僕一緒に着くときはね結構飛ばすんですよ、本当に練習。なんか僕がのことが嫌いなんでしょうね、多分。うん。緊張してるんだと思う。いや、違いますね、完全に。おー、これうまい。うまいですね。僕もよくチラ見族って言われるんですけど、はい、ハヤトプロはもっとチラ見族。完全に目と目が合ってんのに合ってませんって言いますからね。まあ僕もそうなんですけどね、目と目が合うらしいんだけど。でも
もうこれ今この映像で解説するとしたら結構あんまりね、ちょっとチャンスがないんで、うん、あんまり指摘するところがあんまりないですね。今のとかだったら僕やったらワンクッション入れちゃうんですけどね。あーなるほど、多分相当弾けるんでしょうね。あ、うん、弾けるテーブルだったら今みたいにしますけどね、うん、なんかショットスピードがどうしても抑えがちになるとテーブルっていうのは結構サララシャ系とかよくあるんで、うん、ちょっと大丈夫ですかね。また土手ですよ。はい。いや、隼人プロはこういうのも全然飛ばさないですもんね。本当に。これで4連チャンですか。はい、4連チャンです。はい。なんか大人的な感じのスピードですね。つくスピード、パンパンいかないですね。頭座りですねこれ。はい、はい、今回のチャレンジマッチなんですけど、今回は今年スプレク富山が行われるんですね。はい、はい、富山県で、で、今回は、富山県ビリヤード協会の加盟店さんが、はい、はい、ハヤトプロを、はいはい、選手強化の一環として、はいはい、このチャレンジマッチを、はい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 、企画したということですね。はい、って言ってる時にやっとネギ目しましたよこの男。はい、はい、でもなんかこんなんも入れちゃいそうですけどね。そうですね。僕一回なんかこんなんでボンバー行かれて、はい、うん、なんか違う球が入って入ると思ったんですって言われたことありますからね、うん、はい、はい、ちょっと見えてますね。そうですね。ただポケットはどうでしょうか。ありますかね。ないですね。ないかな。さあ荒山の頂上ですが、この荒山も、はい、栗林プロが仲良しの。そうですね、はい、昔もしかしてブログに出てました、荒山。ああかもしれないです、うん、書いてるかも。昔見たことあるかもしれないですね。結構お悩み相談室みたいな。ああ今ちょっと狭いけどあったんですね。うん、これで終わりですか、もしかして。まあ、今回4店舗ハヤトプロ、そうですね、はい、行ったんですが、まね、まあ、この最初のお店ということで、はい、もう気合も十分ですね。はい、はいはい、これでリーチですからね。そうですね、まだ1球しかついておりません。はい、ひどい話ですよね。そうですね、はい、で 僕が電話かけた時は、はい、なんかあれですよ、結構セーフティーで
できないんですもんみたいな。感じで言ってましたよ。だからそういう流れだったのかなと思って。怒ってますね。ブレイクが当たらないことに対して怒ってます。まあでもこれもマス割れでしょうね。そうですね。これは何か問題があるとすれば。問題があるとすればないですよね。そうです。まあここ。うん、これも問題ないですもんね。何にもないですよね。まあ7から9ですよね。はい、はい、とりあえず当ててみましたけど、ね、でもまあまあ本当ちょっとポケットのサイズもねあまり大きいでしょうからね、うんうん、です。はい。荒井山一球。はい。対六。はい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 。6対0で土方プロの勝利です。はい。荒井山零点の一球ってこと。はい。またね、これをね、あの何ですか、またあのスポレク予選に、はい、そうですね、行かせていただきたいですね。ってことは、あの1球を何とかしなきゃいけないってことですね。そうですね。はい、続きまして、土方プロ VS、はい、川尾アマですね、はい、こちらもあのリボルバーの、そうですね、最近めちゃくちゃ頑張ってる、はい、はい、これ前、はい、チャレンジマッチして、北谷プロとついた時に川尾アマが絶賛してましたからね、はい、この人は、この人のことは、あ、川尾アマのことを、北谷プロですか、はい、何球をものすごく入れる確率が高い。うーん、基本的にでも何球を入れれる人の方が強いですからね。うーん、うん、よく手玉でカバーする人もいますし、両方できなきゃいけないですけど、やっぱり最終的には入れカバーが必要ですからね。そしたらね、毎日歩を欠かさず練習してます ね、 ね、うん、あと、さあ外しましたが、これは隠れてますね。これはセーフティーですかね、はい、これ手前から行くんじゃないですか。あ、入れに、はい、引っ掛けて5と9の間が通ってきちゃったりするんじゃないですか。5と9の間通ってきちゃってね、ね、あー来ましたね、素晴らしいですね。今のはね、システムです、システムです、はい。すごい、本当ゆっくりつきますね。どうし、そうですね、どうしたんですかね。
して切り返して、はい、今のもねあのラインは通ってますからね。これ土方プロは今回土方プロだけが来たんですかね。そうですね、お父さんは来なかったんですかね。はい、今回は一人旅ということですね。なんか引きやすそうですね。つきやすそうですね、このテーブルは。はい、また、はい、重たいテーブルだったらもっと面白いのが見れるんですけどね。はい、1対0で土方プロブレイクです。はい、お、抑えましたね。はい、今のが3割ブレイクぐらいでしょうね。これはもう下抜きなんですかね。後ろ通しに行かないでしょうね。下抜き、上から右下のコーナーというね、はい、ワンクッションですね。これも左の奥のチョークッションですね。おお、チョンって行きましたね。あ、やっぱ相当引けますね。今の見ると相当引けるっぽいですね。もうほとんどさらに近いですね、このテーブルは。ね、全然噛んでないですもんね、ボールも。ひねりがやっぱ噛んでないから、さらに相当近いです。またマス割りです。はい。はい、2対0。そうですね、なんかマス割りばっかり見てますね。そうですね。もっと難しいのが来てくれると嬉しいですけどね。そうですね。トラブルがあったりとかね。はい。よし、もっと、もっと2番、もうこんなんじゃダメですよね。やっぱしっかりしますよね、はい、ロングで我慢するとこは我慢して、出すときは出してっていうね、はい、もうメリハリがいいですね。今のもやっぱああいう球でその殺そうと、多少殺そうとは思ってるはずなんですよね。だけど下をついたときに逆になっちゃうんですよね。クッションのレール際の球を引っ張ったりするときに下つくと加速しちゃうんで。さあ、またマス割りです。はい。これあれですよね。選手強化を目的とした、はい、イベントですよね。はい。全然強化なりませんね。これね、出てこないですもんね、選手が、はい、あ、来ましたね。あ、はい、ありそうですね、でもあ、ありますね。これもまたですね。
じいさんの質問でジャレマというかマス割り見学会状態。そうですよ。これは、はい、こういうのを期待して、はい、あれこれもまた死んでんじゃないですかもしかして。これあれですね、よくないですね。強化になってません。はい、はい、まあ、マス割りはこうやって出すんだと。ショータイムです。これセーフティーするんでしょ。入れるんですかこれ。これセーフティーするね。ハヤトプロ電話で言ってたんですけどね、セーフティーする場所がなかったって。してますよね完全に。はい、はい、でも今回見えてます。さあ川尾選手これ入れるでしょう。絶対入れてほしいですね。そうですね、これは1、はい、1球目できました。はい、まあ、これで終わりですかもしかして。ああそうですね、これでもこれチャレンジマッチで多分土方プロの暴れっぷりを見たかったんじゃないですか。みんなこんな。これちょっとでも、うん、ね、穴のねやっぱりサイズも大きいですからね、うん、やっぱ土方プロはもう狭いポケットでも入れれる選手なのでこんだけ甘かったら飛ばしませんよね。はい、さあこれで4対0ですね。はい、まだ1セットも取られてないですね。そうですね、強めに行きました。さあこれ1から2、1から2これ嫌でしょうね。そうですね、嫌でしょう、TT さんからの質問でこういう場合どういう気持ちで待ってればいいですかっていうのは、これはもう本当にあれですね、もう仕方ないと思って見るしかないです。いや本当にそうです。じゃないと回ってこいとか思うよりもう仕方ないですからね。例えばこういう2番とかをしっかり入れてね、こういう風に隠しますよね。はい、はい、こういう時に、おー失敗した珍しいぐらいの気持ちで余裕持ってた方がいいですね。意外に回ってこいって思ってるといざ回ってきた時テンパっちゃうかもしれないですね。はい、これ GP グランプリウエストってことは西ですね。雨の中出演席を譲って、あーはいはいはい、サウスサイドさんですね。これは隼人プロ宛てではなかったみたいですね。僕です、栗林プロ宛て。はい、いや結構ねサウスサイドさんに来てくれたギャラリーの方々がものすごくいいギャラリーの方ばっかりだったんです。へー、すごいなんか玉突きに暑くてみんなずっとじっと見てましたからね。うん、すごいいいお客さんたちだなと思って。さあって言ってる間にまたマス割りですね。はい、5対0です。これ土方プロ完全に僕に嘘つきましたね。
セーフティーする場所がないということも一つあれですね。そうですね。さあブレイク、やったやったやった、もうこういうところが土方隼人なんですよね。スクラッチしそうでしないと、はい、これセーフティーする場所ないって言ってましたけど、セーフティーはしませんよね、もしかして。攻めますよね、はい、隼人プロは。ああそうですね、アザスみたいな、超人好感度アップアザスみたいな。いやでも本当にあれですね、あの時はそういう時はね、ギャラリー優先ですからね、アマチュアの方を優先するべきですからね、プロの人は。さあこれは隼人プロね、DVD でも攻めへのこだわりという DVD のタイトルを出してるぐらいなの で、 そうです、ね、はい、守りましたね、完全に。おお攻めました、攻めてないですって言ってますね、はい、ですよね、多分今おおっていう声が聞こえたのかもしれないですね。そうですよね、多分みんな攻めたって思ったのに。さあちょっと話は変わるんですが、はい、はい、この次のコーナーリクエストですね、はい、はい、あの皆様からの質問を、はい、はい、お待ちしております、お願いします、はい。さあ入っちゃったけど隠れてますみたいなね、はい、でもじゃ見えてないですねこれは。うん、でこれまたあれですか、クッションセーフティーですか、ね、攻めへのこだわりの土方プロが、はい、完全に守りにいってるように見えますけど、ね、でもちょっとね、川尾アマにチャンスを与えてあげてほしいです ね、 ね、でもこんな、でもね、チャンスを与えるんだったらこんなゆっくり考えないですよね。そうですね、5番という今数字が出てきましたけど、なんでしょうね。あ、惜しいですね、すいやうまいですね今の。さあ川尾選手、これ、はい、見てますね、ちょっと頑張ってほしいですね、赤い靴で、はいはい、これはでも5番がどうでしょう、通ってますかね。いや靴赤いっすよね、はい、赤いです、すごい今目立ったんでちょっと言ってしまったんですけど、はい、仲がいいので、はい、はい、うちのね、はい、常連様なんで、そうですね、はい、さあここから頑張ってほしいですね本当に。うん、5番がねいやらしいですからね。そうですね、困ってできた時なかなかいい配置、これは結構嫌ですね。だから1から4に対しての振りの作り方ですね。うん、まあこういう球ですから限定はされやすいですけどね、出し方は、はい、あーでもこれ隼人プロ、これ、はい、これはもうねプロですからね、はい、プロですからね、はい、これコーナーあるんですかね、ないですよね。これは素晴らしいピンポイント出ししてくれると思います、土方プロ、はい、僕にも手玉は僕うまいですよって言ってきたことありますからね。さあこれどうですか、これは。さあこれかれあれですね、これもなんかこれ攻めますね、西川プロ、はい、攻めます攻めます。TTT さんの質問で、ブレイク機を使うどれぐらいブレイクが強くなるものでなので、えブレイク、あ、リクエストコーナーですね、はい、じゃあ後ほどまた回答させていただきます、はい、さあ入れました、はい、土方プロはね、ああいう乱暴ショット、はい、うまいです。入れます本当に、
本当に入れますからね、乱暴につくとき。いやでもね、やっぱ本当にね、エイドボールオープンとかもね、しっかりしてましたもんね。何球を入れる確率が本当に高かったですね。今の5番なんかそうですし、もうとにかく入れる厚みがあったら入れるみたいな感じですかね。ですね。当たりました。いやちょっと、まあでもこれもチャンスないでしょうね。はい。はい。さあゲームセットです。はい。6対0で土方プロの勝利です。今回は3球。はい。土方プロは嘘つきでした。はい、はい、いや冗談です。はい、はい、それでは続きまして栗林超人の俺に聞け、今回はリクエストコーナーです。あ、聞こえますか？聞こえますか？あ、聞こえますか？栗林長寿の声聞こえてますでしょうか？聞こえますか？聞こえますか？聞こえてますか？はい。はい、さっき質問で TTT さんの質問で、はい、ブレイク球を使うとどれぐらい強くなるもんなんですかっていうのは、本当にそうですね、どれぐらいそういうその数字で表すと2か3は強くなる、感覚的に。だから結構ブレイク球でブレイクしてた方が、はいはい、入りますね。はい。なるほど。っていうことです。大体それぐらいですかね。ズキさんからの質問です。タップの R はどれぐらいつけてるかっていう質問なんですが、僕はこれぐらいです。見えるかな。これでももう平らになってる方ですね。僕写しても意味ないですよ。ちょっと焦点が見える、超人見えないですね。はい、あ、そうですね。これぐらい。でもこれでちょっと斜めに球が立ってるので、ちょっとだけこれよりも R は今ついてます。だけどこれよりももっとつけます、はい、普段は。だからもうタップが薄くなってきてるんで、変えません。変えませんというか R は今つけません。だけど今日か明日にはタップ交換をするんで、はい、その時はものすごく R を出します。まん丸ですね。ちょっと今ね、たくさん今チャット皆さん質問をいただいています。ありがとうございます。じゃあ、タップにちなんでまたタップの質問ですけど、タップ交換の頻度ってどれぐらいですかって質問。僕ですか。はい、BB さんから。よくつくときは1ヶ月か、はい、1ヶ月1ヶ月ぐらいですかね。うーん、でも
これはものすごく早かったですね。試合とかするとやっぱ試合回数が多いとできますね。なるほど。まあ、練習も、ね、前日とかものすごくちゃんと練習したりするんで、はい、その時にものすごい数つくんで、つけばつくほどあのチョークを塗ってついてっていう、このチョークを塗ることでタップって減っていくんで、はい、はい、それではたかしさんの質問です。タップに差をつけると打感は悪くなるんですか？栗林プロはつけていますか？という質問です。ザです。ザはあの悪くなると思う方と、はい、良くなる方と、打感が良くなったと思う方と、多分好みによって違うはずです。1枚につけたからどうだっていう問題でもないんですね。好みによってなんで、ここは何とも言えないですけど、僕はついてません。ついてない。ついてないです。あー、なるほど。でも僕はついてても多分大丈夫です。あー、ポンさんですかね。的球に当たった後の手玉のコースで、ファイブアンドハーフなどのシステム活用方法を教えてください、はい、さっきありましたね。全然聞こえなかったです。ですね、はい、的球に当たった後、さっきハヤトプロの、マイクッションから言ったやつでもありましたけど、はい、的球に当たった後の手玉のコースで、はいはい、システムですね、システムの活用方法を教えてください、はい、っていう質問です。はい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 。活用方法ですか。まあ、例えば自分がこんな感じで動かしたいっていう時に、はい、例えば、例えばですよ、はい、まあ、大体プラス2システムを使う時が結構多いんですけど、例えば、はい、9番にこういう時ですね、はい、こういう風な球でこの2球でこう出す時に、はい、うん、はい、プラス2システムとか、まあ、5アンドハーフでもいいとは思うんですけど、はい、例えばじゃあ今ボールがここ、イメージボールがここだとして、うん、こういう風に手玉が向かっていけば、はい、スリーポイント伸びる場所に手玉が入ります、はい、要はこっから手玉をついたらスリーポイント伸びるプラスシステムっていうのを使うことになります、はい、うん、で当ててこのラインに乗せればプラスシステムでこっからこっからワンポイント、ツーポイント、スリーポイント、はい、ね、ここに来ますよってことです、うん、こういう時に、あ、じゃあプラス2システムでここに出せば厚めに残るとか、そういう発想で使えるんですね。ただそれが感覚でやってる方とシステムに乗せようとしてやってる方といますね。栗林プロはどっちですか？僕は感覚もありますし、システムもあります。そうすると今みたいな感じで、こういう感じでちゃんとここに入ってくるんで、で例えば今と同じような球で、はい、球で、まあ、こういう風な感じですね。こう、はい、こういう感じですね、うん、こんな感じ。さっきの8番の位置はこんな感じだったんで、はい、じゃあ手玉ここで、例えばこれにこのこれがどうしようかな、じゃあこれがもう一個こっちにあって、はい、ここに2番でこういう風にあるとしますね、うん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 、時に、はい、プラス2システムを使って、はい、絶対この2番に振りをつけたいっていう時は、うん、さっきここでまっすぐ残りましたね。そうですね。じゃあそれを例えば、はい、こういう風に入ったら、はい、こっから2ポイント伸びるラインになるので、うん、ここから
数ポイント伸びる裏1、2、ここになりますね、はい、そうするとここから跳ね返ってもずっと振りがつきっぱなしになる、うん、だからここに来るように狙うにはそこの数ポイントを狙ってあげる、狙ってあげると必ず振りがつく場所に手玉が落ちてくるんですよ。ああ、なるほど。そしたら9番に対して手玉が流れるような振りを作れますよっていうことです。こういう時にシステムでその振りの付け方っていうのを変えたりしますね。あと切り返しの時もそうですね。切り返しっていうのはまあ不規則なんですけど、テーブルによって、はい、ポケットの場合はですけど、例えば、じゃあ5アンドハーフを使うんだったら、はい、例えば1から2、ここに2があって、うん、こういう風にありますと。でこっから25に入るようについてあげるとこっちには25に来ますよね、うん、だから25に入るような厚みで狙って、はい、こうやって溝をつくと自然に穴の方に向かっていきますよ、うん、っていう出し方ですね。ただこの時に絶対に錯覚してほしくないことが、はい、必ずボールっていうのは今こう画面上で見てこれをちょっと振り付いてるんですけど、うん、押したら、はい、必ずこういう風に R が出ます。こうやって今みたいにここからここから当たってこういう風に R が出ます、はい、だけど R が出て一直線に走った時のラインですから、うん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 、それは錯覚を起こさないでください。ああ、なるほど。だから例えばこれぐらいの厚みちょっとカメラでちょっと映してほしいんですけど、例えばこの球でこういう球で25に入れるのはしんどいってことです。そうですね、わかりますか、はい、要は直線的に入るときに25であればこういう50から25のラインであれば OK ですけど、はい、だから極端な話まあまあこんな感じですよね多分、はい、25ってことは、うんうんうん、おそらくこんな感じです、はい、これぐらい薄い球でカットしてあげれば直線的にここ向きますよね。そうですね。そうすると25に入りやすいんでひねりを使って25に入れあげると大体こうなりますよ、うーん、いうことです。はい、はい、ありがとうございます。そういう時に使いますね。はい、はい、じゃ今日はちょっと時間の方がもう少しなので、最後の質問です。グリップ、栗林プロのグリップの握り方はどの指を中心に握っていますか。僕ね、コロコロなんかね変わりやすいんですけど、基本今はですよ、はい、まあ、もう何でもいいんですけど、こういう今こういう、なんかね、ここの僕はここのこういう風につけるんです。ここ薬指、ここ、いや違います違います、このこれを、はあはあ、ここを僕はこうつけて、うん、ギュッて握ってるんじゃなくてここで思いっきり力抜いてるんです。持ってる場所はここですけど、もうプラプラな状態です。多いプロとかもそうですよね。多いプロとかもこうやってこうしますよね、はあはあはあ、赤狩山プロとかもこうですもんね。だからそれが僕はこうしてこういう感じ。こういう感じで、こういう感じ。こんな感じで。こういう感じです。あ、じゃあどの指とかっていう感じじゃないんですね。うん、指とかではないですね。うーん、基本的にこういう人もいますけどね、こう空いてる人もいますけど、はい、僕はこれだとちょっとダメなんで、うんうんうん、もうここで持っちゃってます僕は。
あの球投げてますかっていう質問を聞きました。投げる球もありますね。投げない時もあります。投げないように突く時もあるし、はい、逆にこうと投げたりもする時もある。うーん、いや持ってるところはそこなだけで、あとは投げないようにつ、はい、いたりとかいろいろできますね。うーん、投げてつくことだってできますし、こうやって別に球に力が入らなければこう勝手に投げれますからね。はい、こうやって、はい、はい、僕はこんな感じ。はい、ありがとうございました。はい、はい、長順お疲れ様です。はい、それではエンディングの方に参ります。はい、お疲れ様です。やっぱり綺麗ですね、球の振り方というか、そのそうですね、はい、はい、いいですね、上目遣いが、はい、またね、あのグリップとかもいろんなこと試してみるのが一番いいんですかね、自分に合ったものというか、いろいろ試すというか自分に合うものを探した方がいいんじゃないですか。例えば人によって外にね、手首を巻いてスカートの、ああそうですね、逆に言ったら内側にグッて巻く人もいますし、あるストリックランドとかですね、まあストリックランド選手は俺が日本あの世界一切れるというか、はい、切れるようなグリップを真似したんだと。ああ、すいません、すいません、はい、日本一球が切れる、はい、グリップをしてる太さま、ね、はい、あれはもう内巻きにしてわざと球を切れるようにするために自分でそのこじらない何かを練習したと。で、例えば都市カープだったら外巻き、うん、まあ、その外にすることによって同点がつけるっていう、うんうん、要は個人個人どうなりたいかによって変わるんですよね。あ、なるほど。だから全員がこうでなければならないんではなくて、うん、綺麗なストロークをしたいんだったらこうでしょうっていう感じじゃないですか多分。あ、まあ、人によって癖も違いますしね、はい、だけどそのね、みんな大体癖が大体似ますからね、うん、同じ種類のグリップとかになると、うん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 、大体みんなこじりが一緒ですよね。大体僕と田中正明プロ、大井プロは似てます。へえ、あの僕の感想ですよ、見てる感想、こじる方向が一緒っていうのと、うんうんうん、あとまあ僕最近よくみんなに言われるのが球がまっすぐ出ていないと。だけどフィニッシュがまっすぐだと、うん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 、だけどフィニッシュはまっすぐだけどその後のフォロースルーはまっすぐじゃないと。うん、まあまあみんなそういうふうに僕も見えるんで、うん、それでいいんじゃないかなと思ってやってますけどね僕は。うん、はい、だからみんなこういろいろ自分でいろんなプロの人がいて、プロの人がやっていることを真似してみて、うん、自分に合うんだったら吸収しちゃえば、はい、ものすごく、いいと思います、はい、あのいろんな僕外巻きでもつけます、こうでもつけるし、こうでもできるし、うん、こうでもできるんですよ、うんうん、だけど練習したからできるんで、うーん、だから今はまあこうですけど、はい、それが前はこうでしたし、うん、こうの時もありましたし、うーん、まあいろいろやってるんで実際、うん、で実際今でもプロの方とか聞くとやってますね、はい、みんな、うーん、まあ、まだまだ自分に合うものというか、うん、あると思って向上心を持ってやってるんですよね、うんうん、そしたらやっぱり苦手な球が簡単になったりとか、うん、簡単な球が難しくなったりとか、いろんなことが分かると思うんで、ぜひみんなここ研究してやってほしいですね、はい、はい、ありがとうございました、はいはい、それでは、来週の放送予定ですが、来週も盛りだくさんの企画でお送りいたします。はい、はい、よそ見しました、はい、です、はい、はい、それじゃあ皆さんまた来週、さようなら。